5月26日、法政大学対東京大学より有沢監督に来ていただきました。有沢監督、東京大学戦勝利おめでとうございます。ありがとうございます。今日の試合で一番良かったプレーはありますか？はい、特にこのプレーという限られたプレーはないんですけど、チーム全体として下級生、特に 1,2 年生がですね、非常にアグレッシブに強いプレーをしてくれたので、そこはすごい良かったと思います。はい、上級生でなく下級生も本日頑張っておりましたが、試合の勝利の鍵となった選手はいらっしゃいますか？まあ、誰というのは特にはないんですけれども、まあ、クォーターバックも引き続き今1年生の平井君、石井仁君が頑張っておりますし、ディフェンスの方でもスタートメンバーの中で、まあ、半分ぐらいが1年生頑張っておりますので、まあ、みんなね、それぞれ成長して頑張ってくれてると思います。はい、今後とも下級生が多く試合に出れるように頑張っていただきたいと思います。前回負けてしまった駒澤大学戦からどのような取り組みをしていきましたか？そうですね、取り組み自体は変わってないんですけれども、より真剣にといいますか、もっと上級生がリーダーシップ持って、チーム引っ張っていこうということで、やってきましたけれども、まあ、今日の試合でそれがじゃあできたかどうかというのは結構微妙でして、やっぱりもっともっと、ね、上4年生がチームを支えながらもっと引っ張っていってほしいなと思っておりますし、まだまだ足りないと思っております。はい、次回の試合では上級生がさらに下級生を引っ張っていただいて、下級生がより上級生に追いつけるように頑張っていただきたいです。以上、有沢監督でした。ありがとうございました。ありがとうございました。